リコ28です。今日もよろしくお願いします。あ、違った。マセンです。よろしくお願いします。こんにちは。マセンです。さあ、今回から始まりますシリーズ語源でつながる英単語。この動画では大学入試レベル前の英単語を語源に着目して眺めてみたいと思っています。さあ早速ですが、まずはこちらをご覧ください。さあ ST ですが、じっと立つといったニュアンスを持ちます。 STAND は ST があります。立つといった意味、そして二つ目として我慢するといった意味もあります。 I can't stand it anymore、 もう我慢できない。でこの我慢するですけれども、類語として withstand、 bear、 endure、 tolerate、 まあ、こうしたものがあります。withstand と bear に関しては、これは英語本来語です。そして endure、 tolerate に関してはラテン語、フランス語に由来した単語です。さあ still、 st があります。じっとしたイメージで形容詞、じっとした。 stand still、 じっと立つ。 statue、 まさにじっとしたもの、像。 the statue of liberty、 自由の女神。 stable、 st があります。じっとしたイメージで安定した。Lead a stable life、 安定した生活を送る。 Steady、 またこれも ST があります。安定した。 A steady income、 低収入。そしてまあ着実などといった意味もあります。 Steady progress、 着実な進歩。 Static、 ST があります。じっとしたイメージで静的な。その反対が Dynamic、 動的な。 Establish、 ST、 立つといった、まさに設立するといった、立つといった漢字が使われています。 Circumstance、スークルというのは、これ、スークル。周りにぐるぐるって、スークルと言ってるんですけど、スークル、自分のスークル、自分の周りに ST 立って存在している、そうした状況、環境といった意味になります。そして、オブスタコー、ST 立つがあります。まさに自分の目の前に立ちはだかる障害と、障害といった意味になります。オブスタコー、障害。オブスタコー、障害。さあ、続いて FL です。FL は流れといったニュアンスを持ちます。flow、FL がついてます。流れる。flood、洪水。まあ、この単語ですが、OO とありますが、発音は flood となります。似たような発音するものに、blood、血。これもセットで押さえておきましょう。flee、逃げる。fluid、FL があります。まさに流れる。流体、流動体。fluid、流体、流動体。fluent、FL があります。流暢な。そして ly をつけて副詞になります。fluently、流暢に。affluent、affluent、FL があります。流れるのイメージ。もう次から次にまあ流れるかのごとくお金が入ってくる裕福だといった意味になります。アフレント裕福だ。アフレント裕福だ。さあここまで ST がつく単語、FL がつく単語を眺めていきました。さあ少し話は変わりますが、ここで一つ質問です。さあこちらをご覧ください。どちらが丸まで、どちらが竹でしょうか。ちょっと考えてみてください。おそらく左側が丸ま、右側が竹でとしたと思います。もう一度質問です。どちらがロリムで、どちらがキキトでしょうか。おそらく、左側がロリム、右側がキキトと、思ったと思います。そしてもう一つです。さあ、どちらが指摘で、どちらがムナヤでしょうか。さあ、これどうでしょう。おそらく、左側がムナヤ、右側が、指摘としたと思います。さあ、実はこのように我々は、特定の音を特定のイメージと結びつけることがあるんです。実は、阻害音、共鳴音といった音の分類があります。先ほど見た左側のイラストには共鳴音が使われています。一方で右側のイラストには阻害音が使われています。実は、我々はこうした共鳴音を聞くと丸っこくて、さらには女性的といった印象を受けて、阻害音を聞くと角張っていって、さらには男性的と、そうした印象を受けるということなんです。実際、日本人の名前に関する調査では、女性の名前には比較的共鳴音が多く使われ、男性の名前には比較的阻害音が使われるといった結果も出ています。さあこのように特定の音声が特定のイメージと結びつく、こうした現象を音象徴、サウンドシンボリズムと呼びます。さあこうしたサウンドシンボリズム、音象徴といった観点から、いくつか英単語を眺めてみることとしましょう。さあ SW ですが、スッスッスッってところだ、風切って揺れるようなイメージと結びつきます。スイング、振る、揺らす。スウェイ、スウェイ、揺れる。スウィップ、スッスッって吐くといって、スウィフト、スウィッスッスッ、素早いと一体になります。スイング、フル、スウェイ、揺れる、スウィープ、吐く、スウィフト、素早い。さあ続いて SP です。この SP ですが、スピッ、スピッ、スピッとこう何かがこうスピッと噴出するような、そんなイメージと結びつきます。スプレー、吹きかける、スプレーしぶき。スピッ、唾を吐く。スプレッド、広がる、広げる。スプリング、スプリング。さあこのスプリングは名詞で春といった意味が有名ですけれども、スピッ、スピッとこのイメージで動詞で跳ねるといった意味にもなります。さらに名詞では、跳ねると関連してバネといった意味もあります。
そしてこうバネかのごとくこう水が湧き出る場所、泉といった意味にもなります。Hot spring は温かい泉、温泉といった意味になります。Offspring、ここにも SP があります。お母さんのお腹の中からスプッとパーンと、生まれる子供子孫といった意味になります。Offspring 子供子孫、Offspring 子供子孫。さあそして Sprinkle、SP があります。スプッのイメージで水などをまくと、こうした意味になります。さあ続いて GL です。さあこの GL ですけども、どのようなイメージを持つでしょうか。G と L の間に少し棒読みになって発音します。ギラ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 と。まさに GL というのはこのギラギラとこう輝くようなイメージと結びつきます。Glow 輝く、Glitter 輝く、Glimpse。さあこの単語も GL がありますから、もともとは輝くといった意味があったんですけれども、今ではその意味は失われて、今はちらっと見るとこうした意味で使われます。確かに輝くというのは視覚情報ですから、輝くといった意味と、見るといった意味がつながるというのは少し納得がいくかと思います。さらに、日本語でも目を輝かせるといった言い方もしますし、英語でも With his eyes shining という言い方もあります。何かしらの意味のつながりというのはあるのかもしれません。さらにこの単語は名詞で使われた場合には Catch a glimpse of、 Catch a glimpse of といった言い方をします。グランスです。グランスも、こちらも意味はチラッと見る。自動詞なので、look at のように、前置詞 at が必要になってきます。さらに名詞でチラッと見ることといった意味もあります。グラスですけれども、まさに GL 輝く、もうピカピカ輝いているものという意味で、ガラス、グラスといった意味になります。同様に、グレイシア、ここにも GL があります。まさにピカピカと輝いているといったイメージ。グレイシア、氷河。ところで、英単語を確認するにあたって一つ押さえておきたいことがあります。こちらのグラフをご覧ください。英語というのはゲルマン語族に属するわけですけれども、このグラフを見るとゲルマン語系の単語というのは英語語彙全体の中でたった 16% ということに驚かされます。こうした英語本来のゲルマン語系の単語よりむしろラテン語系、フランス語系の単語の占める割合の方が大きくなっています。英語語彙に占めるラテン語、フランス語のパーセンテージを足すと約6割にも達します。ではなぜこれほどまでに多くのフランス語、ラテン語が英語に入り込んだのでしょうか。さあその原因というのは大きく2つあります。1つはノルマン征服、もう1つはルネサンスです。こうしたノルマン征服、ルネサンスといったこの2つの出来事によって、最終的に英語語彙全体の6割をも占める、フランス語、ラテン借用語が英語に入り込んだということになるわけです。ただ確かに英語語彙全体で見た場合にはフランス語、ラテン語の割合というのは6割を占めますが、実は日常的に使われる基本600語、基本100語に限ってみた場合、その割合の、データというのは少し異なってきます。こちらご覧ください。基本600語に限った場合、英語本来語の割合は 47% と、先ほどと比べても 47% 少し割合が高くなっているのがわかります。さらに基本100語で見ます。基本100語の場合、100語中英語本来語は92語となっています。まあ、つまりこうしたことからもわかるように、日常的に使われるこうした基本の語句というのは英語本来語の割合が高くなっています。さあ画面にありますように、英語語彙というのは3層構造を成しています。一番下の土台となる層を作る英語本来語、Ask, help, rise, word, fear, fire。 そして中間の層を作るフランス語、 Question, aid, mount, tomb, teller, flame。 そして上層語彙のラテン語、ギリシャ語、 Interrogate, assistance, ascend, elixir, trepidation, conflagration。 英語話はこうした様々な単語を場面によって使い分けています。例えば先ほども見たように、日常的な場面においてはやはりこうした温かい響きを持つ英語本来語というのが好まれます。一方で、例えば大学でレポートを書く、論文を書く、そうした場合においては、厳格な響きを持つラテン語、ギリシャ語というのが好まれるわけです。ところで、冒頭で写したこれらの単語は全て古英語時代から脈々と受け継がれている単語です。ここで英語の歴史、英語史の時代区分について簡単に見ていくこととします。さあ、古英語期というのは449年もしくは700年から1100年とされていますけれども、この700年というのは古英語文献が現れた年です。一方でこの449年、この449年というのは一体どういった年なのでしょうか。さあこの449年ですが、ゲルマン民族のアングロサクソン人がドイツ北部やデンマークよりブリテン島に移住したとされる年です。当時ブリテン島には先住民のケルト人が住んでいましたが、アングロサクソン人はケルト人を周辺部に追いやり、そしてブリテン島に住むことになります。さあこうした449年に関してアングロサクソン年代記より一節を見てみたいと思います。ヘンゲステンデホーサーフロムビュートヤオネヤレアゼデブレッタキュニングYe sochten Bretne on Thamstede, seit genemnet Ipwines Cleot, erlest Bretem tofurtme, ak hie echt on hie fuchten. Se king had he felten aen pichtes, and he swar juden, and se habdon swar huare swar he common. He tha sende to Angle, and heton helm sende mare hurten, and helm setchen Birtwellene nachtnesse, ancestrandes küste.ヒューター・センデン・ヘルム・マーレ・フルトン。
さあ最後に古英語入門題しまして、先ほどアングロサクソン年代記から一部分引用しましたが、その箇所をもとに、少し古英語を眺めてみたいと思います。セキュリングヘッドヒエフェクテンオンエンペクテスアンドヒエスワデュドン。さあまずはじめにセキュリングのこのセですけれども、このセというのは現代英語でいうところのザに相当します。実は、古英語時代というのは、名詞に男性名詞、女性名詞、中性名詞といった性別がありました。キュニングは王といった意味、男性名詞になるわけですけども、こうした、男性名詞なのか女性名詞なのか中性名詞なのか、さらにその単語が使われるのが主語の働きなのか所有格の働きなのか、はたまた、目的語の働きなのか、そうしたことによってザというのがこのように変化をしていたんです。セ、ソネ、サツサム、サツサツサツサム、セオザ、ザレザレ、サーサーサラサム。つまり今回はキュニング男性名詞の主語の働きをする主格、男性名詞主格でセが選択されたわけです。結果としてセキュニングといった形になっているわけです。ヒエというのは代名詞で三人称複数現代語のゼイゼムに相当します。フェオフタンはファイトといった意味、オンエアはアゲインストといった意味、さらにスワというのはソーの元々の形です。スワスワスワが縮まってソーとなったわけです。結果としてこの部分はこのようになります。セキュニング王様はヒエ、彼らにオンエアペオクタス、ピクト人に対してフェフタン、戦うようにヘイと命じました。And、そして、ヒゲスワリュドン、彼らはそのようにしました。さあ、今回の動画はここまでです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お相手はマサニャンでした。